いやー、柱稽古編、そして無限上編が、うん、本日解禁されてくるというところで、 いやあ、めちゃくちゃ楽しみなんですが、本日はそんな嬉しいお知らせと、お悲しいお知らせですね。はい、ということで、まず悲しいお知らせなんですが、なんと来週ですね、6月の25日の日曜日の23時15分からは、なんと富士テレビの方ではスパークというね、番組が放送されてしまうので、なんとみんながですね、期待していた柱傾向 編の放送だったりとかあ鬼滅の刃の特番の放送がですね、えー、なんとないということがあ本日確定してしまったんですよねはい。まあそんな感じでいやーちょっと悲しいですねうん鬼滅ロスになってしまうというかうん来週からは本当に鬼滅の音、ねえー、放送が一切ないと お、いうことなんですよね。うん、めちゃくちゃ悲しいですね。はい。ということで、まあ、そんな感じで、えー、本日最終回を迎える刀舵の里編第11話なんですが、あ、そんな第11話は、あ、なんと70分スペシャルとなっておりまして、まあ、放送時間もそうなんですが、まあ、内容的にも、まあ、原作からしても本当に盛り上がる回ですので、まあ、相当ですね、 ま、神回と、うん、なってくるんじゃないかなと思っておりますね。はい。いやー、本日そんな感じで、めちゃくちゃ楽しみなんですが、あ、そんな刀鍛冶の放送後には、あ、なんとですねえ、柱稽古編、そして無限上編のお知らせっていうのも、まあ、本日解禁されてくるので、まあ、そういった部分も本日かなり見どころと、 うん、なってくるんですよね。はい。で、そんな感じで、え柱稽古編なんですが、うん、柱稽古編はね、そんなに長い編ではないので、まあ、どういった形でアニメ化されるのか、うん、本当に楽しみですね。で、無限上編なんですが、まあ、無限上編の方もね、 うん、テレビでやるのか、はたまた映画の方でやるのかとかね、うん、一体いつ放送なのかとか、まあそういった部分も、まあ、かなり気になっているので、まあ解禁 PV。 うん。本当に楽しみですね。はい。ということで、まあ、そんな感じで、まあ、見どころが盛りだくさんの最終回なんですが、そんな刀舵の里編第11話最終回のオリアたイ生放送を、私は、本日の8時半からね、開始させていただこうかなと思っておりますので、えー、皆さんでぜひともね、そんな最終回を見ていきましょう。 はい。ということで、皆さんまた次回のとこでお会いしましょううっばい